30秒で恐竜をかける男、学研図鑑編集部松原芳樹さんです。お願いします。お願いします。また来てしまいました。松原さんといえば、学研の図鑑ライブ恐竜審判の担当編集として恐竜図鑑の世界にご出演いただきまして、90年代に放映された10レンジャーがめちゃくちゃ好きということ で、ティラノサウルスを勝手に赤色にしてしまったというティラノサウルスは色を分かってないので好きに決めていいんですけど、なんで赤っぽくしたかっていうと、10レンジャーティラノレンジャーがレッドじゃないですか。だから赤くしようって思って。じゃダメよそれは。うちの学研の図鑑編集メンバー他の2人もお世話になりまして。競馬ばっかやってる人大丈夫ですか？あ、元気です、元気です一番好きな生物はお馬さん、学研図鑑編集部西川博さんです。お願いします。まさかのお馬さん好きということで、どういうお馬さんですか？サラブレッドですね。どうですか最近調子は？最近はダメですねこれいつ応援や、年越えちゃうかもしれない。じゃあ有馬記念の後かもしれない。破産してるかもしれないひょっとしたら多額の借金を背負っている可能性はある。聞けない今会社にいらっしゃるんですか？いると思いますよ。今電話しちゃえば。あの、電話しますか？大丈夫かな。後ろでね、借金の取り立ての声とか。なんだよ。あ、松原です。お疲れ様です。はい、どうも。あ、今ですね、有林堂の撮影をしてるんですけど。西川さん、ご無沙汰してます。RB ブクロです。はい、こんにちは。こんにちは。有馬記念どうでした？鳥神です。競馬用語が出ちゃったんですけど、鳥神っていう、当たってはいるんだけどかけた金額より少ない。なので、あの、破産はしなかったので。破産はしなかったけどやや負けっていうことでいいですね？そうですね、はい。今年も頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。まさかの鳥神でも良かったですね、破産してなくて。良かったです。明日からの接し方が分かんない今回はこちら、本に出てくるドラゴンの世界。テーマがむちゃくちゃ似合ってきてないそうですよね。ドラゴンドリルっていう、学研から出てる小学生向けドリルがあるんですけど、はい、僕が作ってる本でして、恐竜と同じぐらいドラゴンめちゃくちゃ好きなので、書店さん見てると魅力的なドラゴン本ってたくさんあってですね、そのお話ができたらなと思って来たっていう。持ち込み企画ですか？そうなりますね、確かにいや、この話できるとこがないんですよ誰も聞いてくれない。一冊目、すごドラゴン学、イマジン社さんというところから出てる本なんですけど、ドラゴンの秘密完全収録版だって。誰が買うの？僕です想定がピカピカしてて、はい、ドラゴンの柄に箔が押されてるんですよ、はいはいはい、宝石みたいなのがはまっててみたいな、はい、超かっこいいじゃないですかこっちも見ても文字にも箔が全部押してあるんですよ、はいはいはい、箔って高いんですよこの本は何かっていうと、かつていたドラゴンっていう生き物がこういう生き物ですよっていうものを示した図鑑というか。一個だけ質問いいですか、はい、ドラゴンっていたんですか？いたって書いてあるんですよなんで若干イラッとしてるまず見ましょう。まず、はいはい、この全部ページが昔の感じになってるのもかっこいいなっていうところもありますし、まあ、かっこいいですよね。こういう風にイラストがね、あるんですよ。はいはいはい。で、まあ、かっこよくないですか地図が載ってると。あ、地図ありますね、はい、世界のどこにどういうドラゴンがいたかってことが書いてあるわけですよね、はいはいはい、北アメリカにドラコアメリカヌステックスっていうのがいたってことですよ。いたんですか？書いてあるんですよドラゴンなんていないっしょみたいな。いや、もう前提がおかしいよし、頑張るぞ。いろいろあるんですね。ドラコモンタナとか、ドラコセルペンタリスとか、はいはい、ドラコマルスピアリス、すごいじゃないですか。オーストラリアのカンガルーみたいですよ ね足が長いです。あ、本当だ。この本、はいはい、面白いところ、左の方にピンク色の棒をしたのあります。あ、本当だ。フロストドラゴンの幼獣の翼膜っていう標本ですかね。ちょっと多いな、ちょっと待ってくださいフロストドラゴンっていう、あ、はいはいはい、それの子供の羽の膜です、はい、なるほどなるほど。がそこに入ってるんですよ。まあまあまあ、あ、入ってますね、はい、危ない。そう、気持ち大事って言ったじゃないですか。次のページ行くと、竜が脱皮した後の抜け殻250歳のやつあるじゃないですか。これ、そうなんですよ。ドラゴンの粉？粉って何？ドラゴンが吐く息が凝結したものが粉になるんですはい。これをドラゴンの血と混ぜると高い催眠効果を発揮すると。なるほど。やばいのが入ってますよね、これねなんかチアダンスの大会の後の床みたいな。気持ちが大事っていう話僕大好きなページですね。めくってっていただくと、はい、筋肉が出てきて最後骨が出てくる。骨が出てくる、たまんないじゃないですか。いや、もう最高ですね実はこの本ってかなり抜粋されてて、はい、もっと詳しい本が実は出てるんです。ドラゴン学総覧っていう本もあるちょっと待って今のドラゴン学は絵が中心だったんですけど、はい、こっちはもう文字ばっかなんですけど、めちゃくちゃ詳しくドラゴンの生態が書いてあるんですよ。火を吐く能力。そう、ドラゴンって火吐くじゃないですか。どう吐いてるのか、そこを読むと
よく分かって、可燃性の高い毒ガス的なのを吐くらしいんですけど、着火するっていう仕組みが必要で、火打ち石がここにあるらしいんですよ、はいはい、そこで散った火花でガスに引火して火が出るっていうことも分かるっていう素晴らしい絵ですよね。それ、なるほどな。そんなところですか。今日はありがとうございました。終わりですか。まだ結構ある。まだあるんすか。次がドラゴン最強図鑑、手前味噌で申し訳ないんですけど、はい、学研の、あ、学研さんから出てる、はい、2022年に日本で発売された児童書店2番目に売れた本なんですけど、世界中の神話だったり民話だったりに出てくるドラゴンだったり、はい、ドラゴンみたいな怪物を集めてトーナメントで戦わせて誰が1位になるかみたいな、6ページ7ページとか開いていただくと対戦表が載ってますね。気になるな。甲子園見てるような。ヒュドラー VS ファーブニル。ヒュドラーはギリシャ神話の怪物。なるほど。ファーブニルめちゃくちゃでかいじゃないですか。体長30メートルですからね。めくっていただくと戦ってるわけですよね、これ。なるほどなるほど。バトルシーン1だとファーブニルが首をガブってってもいじゃうんですけ ど、 なるほど、バトルシーン2でヒュドラーは頭がどんどんこの生えてくる。なるほど。最終的にバトルシーン3でヒュドラが毒のブレスを放射してファーブニルが負けちゃう。へえ。でどん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 戦いがどんどん進んでいって最後どのドラゴンが残るかみたいなことを。僕も結果から見ちゃおう。ダメですよ。え、ダメですよ。フィニッシュバーですか。甲子園も最初か決勝で見ますかって話じゃないですか、はいはいはい、甲子園ほど楽しみにしてないので。あ、そうですか。言っちゃダメですよ。子供たち見てるかもしれない。はいはい。あー、この2体が戦うわけですね。2体とも知らないです。そんな感じでまだまだあるんですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫か大丈夫じゃないかって言ったら大丈夫じゃないです。3つ目が漫画です。烈火の炎。はい、聞いたことありますね。アニメ化もされてる漫画なんですけど、はい、主人公たちがホカゲ忍軍っていう忍者が開発した魔道具って言われる武器を使って地下闘技場みたいなのを戦うみたいな話なんですけど、主人公の花菱烈火は魔道具使わないんですよ。体の中に炎の竜を張ったり飼ってるんですよ。その能力を使って手から炎を出したり炎の刃を出したりして戦うんですけど、はい、初めて8体の竜が登場するシーンがあるんですけど、はい、烈火の炎第4巻。手に封じるための鉄鋼をつけてたんですけど、バンって外した時に封印が解かれて、はい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 、手からブワーって出てきちゃったっていうシーンが、それめちゃくちゃかっこよくないですか。そのシーンが良すぎて友達ん家で小学校の時は読んでたんですけど、借りて G ペンで全部模写してました、はい、そのシーンかっこよすぎて。体の中に竜を宿したいなって思いませんか。最後です。あ、最後。あー、よかった。幻の動物とその生息地。どういう本かというと、ハリーポッターシリーズの関連本なんですけど、ハリーポッターの主人公のハリーたちってホグワーツ魔法学校っていう学校でいろんな授業を受けるわけですね、はい、その中の魔法生物、僕らでいう生物学の授業の教科書がこれです。ハリーポッターシリーズのいろんな生き物たちの情報がずっとテキストで書いてある。なるほどな。ハリーポッターの世界ってドラゴンが10種類いるんです。例えばオーストラリア、ニュージーランド、オパールアイ種、ニュージーランド原産のドラゴンです。チャイニーズファイアボール種、中国の方とか東洋にいるドラゴンなんですけど、うん、あとハンガリーホーンテール種っていうのが特に恐ろしいやつなんですけど、はい、ハリーポッターの原作の第4巻の炎のゴブレット、はい、映画化もされてますね。ほうきでハリーが飛びながら空中戦をするっていう盛り上がるシーンがあるんですけど、そこに出てくるドラゴンはこのハンガリーホーンテール種なんですよ。子供の時は10種類もいんのかと思ってこのデータを暗記してました。え、別に暗記しなくても魔法使いじゃないですし。まあ確かに。最後にドラゴン好きならではのドリルをご紹介お願いします。小学生向けの計算ドリル、あとまあ漢字ドリルみたいなものなんですけど、はいはい、特徴が何かというとドラゴンであるってことなんですけど。シールを豪華にしてます。あ、本当だ。どうやって使うかと言いますと、モノクロでドラゴンっぽいのがいますよね、はい、そこに鎧ドラっていうドラゴンが封印されてるんですけど。あ、なるほど。もうちょっとめくっていただくと、そこの表裏のページが勉強の1回分です。1回分やりきったら鎧ドラのページの1番目のところに1のシールを貼る。1のシールが貼れるんだ。貼っていただいて大丈夫です。え、問題やってないのに。特別に大丈夫です。鎧ドラ復活させていいですか。いいですよ。嬉しい。嬉しいですよね。ぜひ6まで貼ってください。2、こんな感じですかね。貼れましたかね。できました。そうすることで封印が解けました。次のページめくるとサイバーンっていうもっと強いやつが出てくるわけですよ。あとアプリも出てるんです。アプリ盛りだくさんすぎますか。もう向こう30年ドラゴンの話大丈夫。いらない。ドラゴンがいろいろ選べると思うんで、はい、好きなのを選んでください。可愛いからミドリックスにします。あ、いいですよね。僕も好きです。
ここから計算が始まります、はい、8はいくつといくつですか。2とかそういうことなのかな。あ、正解すると攻撃してくれますね。3で8。あ、本当だ。あ、火吹いた。ちょっと力のオーブン。あ、そうですそうです。アイテムを手に入れるとドラゴンが多分キラドラゴンに今バージョンアップしましたね、はい、素晴らしいですなるほどな、ありがとうございました今日この後生配信なんですけど何やるんでしたっけ。なんか絵を描くみたいな話を。あ、よかった、聞きましたけど朝までドラゴン談義とかどうしようかなと最後に大好きなドラゴンを30秒で書いていただいても。あ、書くんですね今。ウォーミングアップ、ウォーミングアップスタート。15秒経過です。3、2、1、ストップ。お願いします。うおーすげーすげー、めちゃくちゃうまいっすよ。この後も生配信お願いします頑張ります